はい、どうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。サマナーゾーンの時間です。今日はヒーローダンジョンやっていきます。の前にこの音を聞きたかったんで一応録音させていただきました。ちょっとねこれ選んでからね行きましょうか。このイベントもね結構長いことねやっておりますのでお忘れのないように撮ってくださいませませ。じゃあね、始めていきたいと思います。っていった感じでやっていきます。ヒーローさん、スタートです。これでいきます。前半戦これでね、ちょっといってみましょうかね。はい。どれぐらいのタイムでいけるんでしょうかね。今回る、そうですね。今からスタートでございます。まあね、記念用でヒーローダンジョンね、これほんと今回のはね、かなりレアなキャラクターになっておりますのでね、いいんじゃないかなと思います。まあ目標時間どれぐらいになるでしょうか。ヒーローダンジョンスタートでございます。途中ね、ジャミール外すと思います。これはね、まあ目標ね、そうですね、4回ぐらいいけたらまずはね、ちょっとフレンドさん借りて。途中絶対難しいやろうね、これ。このまま行けば多分やられます。手動にすれば多分大丈夫なんだけど、絶対にこれぐらいで。はい、まず1回で、ここでねスキル増したい方には朗報でございます。今これ25個取りました。でショップ行って、まずここで、まあ、戦場戦なり何なり、ヒーローショップ行きます。1000ポイントあると、この万能召喚書っていうのがあるので、こちらの召喚書、まあ、実際買ってみます。1、2、3、4、5。5個買いました。んで、5個買った後に、これ10個、じゃないんで、5個でね、25個にしといて、25個のかけらの状態でしておくと、どういうことか、起きるか。50個にすると、25のかけらが使えなくなっちゃうので、ここで一度召喚します。ちなみに、いびき書いてますけど、気にしないでください。疲れて、弟くんが寝てます。もう夜中の今、12時です。ですね。13分でございます。ちょっと収録時間こんな感じになっております。いびきもね、拾いながらということで、優しく見守ってください。で、実際にどこ行ったろうな、どこやろうね、下の方、めっちゃ下の方長いね、めっちゃ溜めてるでしょ。で、ここ、まあ、実際に、この25、プラス25なんで、ここで使っとくと、6体紹介できるのかな。要は5体しかできないけども6体いけます。次の召喚書もう一回買えばいいので、だからここで一回まず呼びます。場の召喚書で、はい、ここでまず一体確保できました。で、当然最後あと残り9回分あるので100、225ですか。でもう一回25残るんで、そこでもう一回使うと6体かな、6体目ができますので、はい、やってみてください。はい、6体で合ってます。225、6体やと思いますが、はい、6体ですね。はい、6体バーッと消して、6体ですね。6体できますので、これで1手確保できたんで、この状態から始めると、まあ1手お得、まあみんな知ってると思いますけど、はい、やっていきましょう。意外とね、あの落とし穴がある。先にね50個取った後にやってしまう方もいらっしゃる。これもし同じことをずっと1回層ずつ繰り返すと10体手に入れれますので、やってみてください。10体欲しい方はあれ全部1万ポイント使うとできますので、やる価値は今回あると思いますので、よかったらやってみてください。余ってる方なんかやったらね、いいかなと思います。このままちょっと行ってみたいと思います。さあね、どれぐらいでクリアするのか、もうすでにね4分ぐらい経ってます。もしよかったらね、あの2倍速で見ていただいても結構でございますので、よかったら皆さん見てください。ひたすら進んだんです。オートでね、どこまでいけるか、なんかいいね、なかなかね、くせ者がで、ね、ここまではまだいいか。
こやね、こう、こうのとこやね、このところがちょっと怖いかなって感じですかね。しかし、ダニールが役に立つかどうか。で、ここでもし毎回万能召喚書使っていくんであれば、どん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 なるんで、これ次押しちゃうともう万能召喚書次の分がもう使えないで、セットで50になるので、また次の25プラス万能召喚書になるんで、まあポイントある方はいいと思います。でも今回からね、あのバージョンアップが、まあこれまた過去動画とかまた見る方いらっしゃるかもしれないですけど、懐かしいなってことで、今週ですかね、2020年の10月の第2週3週目なんですけれど、まあ、今日10月15日なんですけど、土曜日変わりましたけどね、ギルドポイントでショップが7個から15個まで購入することがね、できましたので、いっぱいある方はラッキーです。今一応ね、3、6世とかね、まだまだ集まらない方には本当ね、これからどんどん当たるように、運営さんもまあ、まだ考えていただいておりますね。しっかりとポイント貯めて、ちなみに普段私730チャンネルとかいらっしゃいますので、よかったらそのサラマンダー出てますね。先ほど豊閣下様が絵も作りましたね。これなかなかこういうの大事ですね。素晴らしい。ちょっと見させていただきましたけど、ご縁で、ご縁なんて、まあ、仲良くさせていただいている方です。あの秘密のねチャンネルが730チャンネルでいますので、ね、こちらのまあ、質問とか何でもやってます。まあね、最後に放送回数も今日の回数で、生放送も入れて1738回目になるんですかね。まあ一応、まあ雰囲気があるような、ないような、老舗なお店ですけども、継続は力なりなんで、まあいろんなことに関わらずね、継続していきましょう。まああの結構、生配信とか、毎日だいたいまあ21時30分とかそこくらいか1時間半ぐらいやってるんで、遊びに来てください。また初心者の方とかもレイドとかお手伝いします。別に通常のやつでも何でもやりますね。何でも、まあ初日でっていうのはちょっと難しいかもしれんけど、何でそれでも何でもやりますので言ってください。あれやこれややっていきたいと思いますので、まあ、初日1日目でさ、レイド庫書いてるのはちょっと厳しいけど、最近はね、7回くらいね、受けましたので、7回もしたので、お手伝いでクリアができます。一番難しいのが4回ですね。4回の底上げっていうのがあるんですけど、貢献度を取らないで進めないっていうルールがあります。あれも撤廃したらいいんじゃないかなって僕も思うんですけど、もう撤廃にしましょうってことで、いいと思います。その方がみんなレイドできるし、もう撤廃しましょう。撤廃もまだしなかったと思うんですけど、と思いますよ。まあ、こうやってゲームさせていただいて、まあ、唯一ね、サマナーズをだけ本当長いことさせていただいてるんでね、このゲームがいつ終わるか分かりませんが、まあ、それまではゲームが楽しみましょう。サマナーズをでいいと思います。楽しみやることができましたし。まあ、とにかくね、サマナーズの方はすごくいい人が多くて、本当に楽しいです、やってて。当然ね、強い人もね、いらっしゃって教えてくれたりとかね。教えてくれても勝てないですからね。そのやっぱりその技というか、ルーンというかがあります。勝ちません。でもまあ、近いところまで行くことができるかもしれません。今、持続で打ちましたね。4回クリアです。今75なんで、ここで万能召喚書買うと、最初の50だけが消化するんかな。で、25で消化になりますので、やってみてください。まあ、こうやって今放送ね、やってます。なんで、いろんな声が入ってきます。マイクよくめっちゃ拾いますけども。気にしないでやってください。今5回です。今でね、配信時間9分通過経過しました。まあね、配信終わってからの録画なんで、まあ、記念用に置いとくってことが非常にね、大事なんでね。これが何年後かにこういうゲームがあったなとか見ていただければ本当にいいかなと思います。いつもやったら生配信中にヒーローダンジョンやるんですけどね、まあ配信外でも記念用ということでさせていただきましょう。さあ、どこまでこのメンバーでいけるのか、ね、これね、やっぱり、ね、水のドラゴン持ってる方非常に有利です。こんなん持ってないよ、まあ、その方でもまあやられる、危ない、ピンドラズ、この階層で危ないね。さあ、そろそろ危なくなってきたよ。さあ、どこまで行けるのか。さあ、ミンジです。行って落ちました。さあ、この5階ですでに
落ちましたね。さあメンバーチェンジか手動か、まあ手動でいけばねそんなに難しくないと思いますけども、こっからですね。さあ後半からしんどいぞ、これ5回で終わるのか。さあどこまでいけるのか。さあこれピンチですね。さあ闇猿がねちょっと怖いなと思ってますんで、ね、忘れちゃう、技持ってますのでね、気をつけてください。ではナイトしますね。ヤミさんの位置を持ってますけど全然使いこなせてないです。難しいね。どんどん進めましょう。5回まで来ましたね。とりあえずねここまで見た感じでございます。さあどこまでいけるのか、またクリアできるのか、すごいですね。いいですね。真ん中プッシュしますね。これボスだけってできんのかな。たまにここに歯車あるんですけど、ボスバトルの時にねあのオートバトル押したら真ん中にボスって書いてたらボスだけとか行きますね。これないんで、ないでしょ。手動バトルか、手動バトルになるんか。あ、ないわ、なかったですね。ちょっとこっから苦しくなってくるのかな。ちょっと手動で行ってみようか、一回ね、手動でやってみるのね、手動。あ、こっちもいけるの、こっちにも画面出てるんで。5回クリアですね。ちょっと次手動でやってみたいと思います。ヒーローダンジョン。じゃあ次。まあ、あの、オードの方が楽ですけど、手動でやればより確実にいけるんじゃないかなと思います。イシスですね。最近これ名前出なくなりましたね、キャラクターのね。もしなんかね、名前出るのね。これ待ち受けにしてもなんかすごい良さそうな、そんな感じの、とても綺麗な背景になっております。だいぶね、変わりましたね。昔と違ってね。時代時代を感じております。手動に変えましょう。はい。これでバーン。これあえて使いません。もうここのままいきましょうね。結局使わずで。で手動でどん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 。刺すね、二次覚醒。ヒノグリームリッパー刺す、二次覚醒刺すですけど。これが本当ね、いいスキルになりますね。最近では。巨人のダンジョンで大活躍でございます。すごいいびきがしておりますがこれ再生しますね。使っていきます。ここはそこまでの難しくないかなって感じです。使っていきますね。これでサスがいるとね持続が 5% から 10% になるんで一気にね落ちます。これ普通に行きましょうか。それで今何個ついてる ?9 つぐらいついてたんかな。一気につきました。はい、 90% カットになりますからね。素晴らしいです。でこれでギューと通してで20、これで凍結にターンしとけばまあまあ大丈夫です。でもここはもう手動で次のスキルを使用のために行きましょう。サスがやられてしまうとね、パッシブ発動しなくなるんで、パーセントに戻っちゃうんでね、絶対レードかまして、で、もう一回、武装にしてるとね、ウェラードすごい使いやすいです。120にして、ブワーってやるから、ブワーってくっつきましたね。これさ、ヒーローダンジョンさ、横にいっぱいついてるよね。これ、治ってませんよね。ヒーローダンジョンこれなんかデバフ、え、これどっちやろ、こっからデバフあるのかな。デバフがね、前はね、横並びにずっとついてたんですけど、これどっちやろ、ゴーギョーになるのかな。デバフつけたら分かる。横に長いですね。縦に設定できない、これ設定かな、ちょっとごめんなさい、なんかあるみたいな。よかった、見てください。横に見にくいっていうね、ありました。ボスは関係ないか。ギルドバトルとかリードバトルか。あっちになるんだ。キャラクターが被ると横にガーッといっぱいデバフがつくんで、すごく見づらい現象ですが。なってます。まあ、ずっと言ってる間にどんどん6回、7回で進めていきます。まあ、ひたすらね、こうやってやりながらね、
進んでいくだけなんで淡々としてますけどね、記念ですので、ほんとね、記念でございます。ベリサやったっけ名前分かってない。ちょっと待って、後で調べて。一番肝心のキャラクターの名字だなんとね、はい、行きましょう、はい、行きましょう、いいよ。ここで20分かかるんで、どんどんどんうわーっといって、うわーっといって闇、まあ再生しておきましょう。本当にリセットして、どん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 取っていく形で、はい、で次行きましょう。これも止めて、まあね、速度ね、ヒードダンジョンってまあもう慣れてくるとね、音が飛んでいけたりするので、ね、これもこのまま行きましょう。もうスキル足りたかな。さあ、スキル足りないと大変なことが起きます。これ間に合いました。足りませんでしたね。で、これで真ん中に解いて、で、これで 50% いきましたね。これでもう落ちますね。はい、早いですね、努力で。さあ、これピンチですね。ここからスキルが足りません。やってしまいましたね。さあ、道をつけてスパッといきましょうか。はい、感じで、まあいいか。これ使っといてゆっくり落としていきましょうか。はい、これはあの次のねステージ進むためのスキルですね。間に次のステージ行ったらね、全員スキル一旦クール回復するんで、これ使います。ドーンドーンといって、ドーンでズワーっていったらほぼほぼ確定ですね。贅沢使いましょう。ジャミールがまだ一旦足りません。ジャミールはね、これね、闘志のやつ使ってます。あのカタリーナ用に使ってます。カタリーナの一番低速で使ってます。さあ、ここどうなんでしょうか。行きましょう。これでドンドンで使いますね。もう一周ドンで速度を通して、これでね、ほぼほぼクリアでございます。はい、でしたね。はい、7回クリアで喋ってる間に7回クリアしましたね。簡単です。慣れてくると、慣れるまでがむずいんよ。8回行きたいと思います。8回です。まあね、こうやってそのままゾーン、もうベテランの方はこの動画見てるかどうかわからないんですけども、ちょっとでもね見ていただけたらね、本当に面白いかと思いますね。トーク力でございます。トーク力、先ほど配信してた髪の毛すごい横にピーンって伸びてましたけど、いつの間にかもっと戻ってますね。できますね。だんだん速度が上がってきて、気をつけましょう。これで、うわーっていきましょう。で、スキル貯めれるかな？持ちますね。どんどん溶けていきますね。どんどん溶けていきますね。スキルが間に合うんでしょうか？間に合いましたね。イカが足りないな。多分、イカが足りない。これはこうやっておきましょうか。ここはまあ多分いけそうなんで、溶けていきますね。はい、次行きましょう。問題ここね、ここちょっと油断してるとやられるので気をつけてください。これもどんどん気をつけましょう。うわー、座っていきましょう。で、再生していきましょう。こっちに凍結で、まあ1回くらいますけど、まあどうせ持続で結構致命傷です。致命傷です。致命傷でも気にせず見てみましょう。はい、これでどんどん抜いていって、
とは。デバフつくとね、水、水のホムンクルスか。デバフ1個あることにまた追、ね、追加なる。だから5個デバフついてると、5個もう1回追加する、みたいな、そんな感じですかね。スキルの方はね、書いてるんで、そちらの方を見てください。おみやんこちゃんが泣きました。おーい、どうも、おーい、出てますね。この時間、必ずね、出てますね。まあ、もう22かぶせましょうか。ね、水のドラゴンもね、凍結のからね、スキルも使うと、2ターンかかるので、ね、いいかなと思います。ファンが起きてきましたね。行きましょう。はい。行きましょう。で、こちらの方を、どんどんまたやって、どん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 。これでもういけたようなんですね。再生して。それでいきますか。どんどん回っていきましょう。軟骨いきましょう。デバフは全部で10個使います。持続が8個なんで、これも確定しそうですね。はい。そうやってる間に8回クリアです。はい、次、9回です。まあ、どこまでこれでいけるか。手動エアと回るっていうのは、その、まあね、ルーン、もちろんルーンの強さもありますけれども。行きやすいようにはなってます。このメンバーは早い、まあまあ早いです。もっと早い人いますけどね。もっと早い人もっと早いからね。ね、まだやり始めの方とかはね、僕も、当時のヒーローダンジョンは、これ10階層じゃなかったんですよ。何個でも取れてました。何階でも取れてるやり方です。地下、1階に、地下1階、2階、3階かな。まあ、地下かどうか忘れてた。1回、2回、3回ってやって、1回は個数が要は0個か1個。要はもうマナだけかもしれない。で、2回になると1個かけて、1から2かな。で、1から2やったかな。なんかそんな感じですかね。で、2回そうなると2から4が確定かな。なんかそんなんですね。だからずっと音集会で回ってましたよね。懐かしいです、本当に。好きなだけいっぱい取れたんで。今回れるんやったらね、ほんのこれ絶対めっちゃみんな回ってるやろうな。そんな感じがしますけど。懐かしいです。さあ行きましょう。はい、これ。凍結して。で、わー。落ちまして、あとシュッと一応凍結させていきましょう。さあ1回食らいますが、画力がね、その間にどん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 使ってスキルを止めていきます。ベラードがね、やっぱりいい仕事をすごくしますので、うわーと巻いていきましょうか。これ巻くだけでもね、すごく楽です。再生いらんかな。結構ね、再生のキャラ持っていってる分には使ってないですよ。じゃあここら辺とこうか。何のためにじゃあベラード持っていってるか、まあ、そこのリーダーもねありますからね。ベラード違う、ジャミル、でもこれでしょばんっていって、再生する。だからもうこれで手で、どんどん解けます。で、あと9回言ってる間にもう9回です。まあ手動の方が早いかもしらんで、これ下手すら手動の方が早いかも。でこのまま真ん中いっちゃいましょうか。っていう間にクリアです。はい、9回クリアです。あと1回です。まあ24分、長いね。一時間やると長いね。さあ行きましょう。ラストです。これまあ一発で決まればいいかな。まあ事故っても慌てることないと思いますよ。速度が若干速くなるのかな、徐々に速くなっていくのかなという感じですけども、行ってみましょう。記念用ですね。ヒロダンジョン記念用です。光闇、本当にどこに記念用になりますね。
じゃあ行きます。はい、まあ、全員入りましたね。で、ぶわーっと落ちます。もう一回、あ、もういいですね。落ちましたね。ベラードで一回固めると非常に、おっと残りましたね。これでショワッと置いて、これはまだ使いません。まあ、ここも使わんとちょっと行きましょうか。せっかくここまで来て、ここまで来てスキル使わない。2ターン凍結してるとね、結構やっぱりね、好きな風なんです。フレンドさんのね、あの、借りれるんで、フレンド借りるとすごいベラードですよ。で、これで、で、これで4つぐらいつくかな ?2 つつきましたね。再生しましょうか。再生しといて。これ打っときましょう。んで、もう一回打っときましょう。これで、あとはもう、スキル止まるまでいきます。ここちょっとやられると死ぬので確実に。で、今9個ついてるので、刺す二次覚醒の刺すがいる場合が 90% 一気に落とせます。これ1個ちょっと危ないな、これ危ないな、スタンしないと危ない。よいしょ。で、これでグワーッといくんじゃん。で、1体動くかな。ちょっと危ないな、ちょっと動いてきた、動いてきた、動いてきた、動いてきた。これ使いましょうちょっと危ないので使いましょう。危ない。ちょっとね、やっぱ10回になってくると危ないですね。で、凍結しました。もう一回は乗せしましょう。ドン、ジュワー。威力がついてるとね、非常に攻めやすいんですよね。まあ、ジェットしましょうか。ジェットしといて、上からかぶせましょう。やると、これも多分いけますね。あの、持続の、まあ、持続のマークがついてる、少ないところですね。みんなホームクロスおるとね、結構比較的全体攻撃毎回してくれるんで楽です。ラストですね、あっちまですね。最後不思議ね4枚、まあデイリーのやつ4枚ちょっと回してやりましょうか。7がね欲しいんですけどね欲しいんで、こういう時に最後ね、パッとやって出るんが一番本当に嬉しいです。クエスト使わないといきましょう。ボボボボってゲージ下げといて、上げといて、でもこれで確定です。でもあと手動でも、手動の方が早いんだ。手動の方がね、間違いなく。じゃあクリアしましたね。はい。こんな感じでやっていくといいです。ね、もう慣れてる人にはいいです。記念ね、いい記念になりました。これで225が届くんです。ということで、ね、不思議をね、引いてみたいと思います。4枚です。まあ、バチれば奇跡ということで、7出たら神回ですよ。なんか、7が欲しいです。7ね、水のね、あの、魔導士ですかね。これね、ずっと貯めてるから、これ長いんですよ。もう倉庫に入れといてもいいんやろうけどね。探すのに時間かかるんでね、これも全部ね、出した方がいい。ほら、もうずっと出てこないでしょ。特に悪棒やってるのでね、いろいろ集めてます。じゃあ行きますね。4枚じゃないね。ここに4枚か。4枚。じゃあ行きたいと思います。4枚。4回チャレンジ。今ね、こうやってやっていきます。行きます。あ、最悪。満タンやらなく。これもうどんだけ大変。貯めすぎると、こうやってこの時間が無駄な時間になると、今のね、そうそう、光のね、サプライズボックスとか、もうハロウィンやからまた出てくるんでしょうかね。じゃあ早速いきます。4回。SP 入れてやります。出たら奇跡。出るわけないやん。出たし。これで7来たらびっくりポンやで。バブリアンキングですね。びっくりポンでございました。はい、いきます。なんもないと思いますよ。なんもないですけど。まさかね。まさかね。ここで7出たら奇跡よ。頭乗りね。なんか逆に4が出て、ほっとします。はい、まあ、こんな感じでございます。皆さん最後までありがとうございましたね。また光闇とかもね、徐々に貯めていって、皆さん頑張っていきましょう。イベントとかね、あと気球とかね、あとデビモンとかね、ワルボとか忘れないように、あとショップ、あ、もう一枚だけあるかな。
新キャラ来るときとかね、10回回すと1回なんとかっていうのもね、結構あるのでね、こちらの方も、貯めるのもいいやろうけどな。なかなかね、貯めるって難しいよね。で、1枚だけありますんで、1枚だけ回しましょう。はい。寝ないね。はい、ということで、本当にありがとうございます。よかったら、ね、またチャンネル登録、高評価。まあ、いろいろね、他にもクイズとか動画とか作っておりますので、皆さんよかったらまた応援してください。それでは皆さん、さようなら、バイバーイ。VV。